下鶴昇は、神奈川県横浜市出身のプロ野球選手、宇藤右内、東北楽天ゴールデンイーグルス所属。兄の影響で野球をはじめ、横浜市立鴨志田第一小学校から横浜市立鴨志田中学校に進学。中学時代に所属した緑中央シニアで本格的に野球に打ち込んだ。横浜校時代は、一年時春からベンチ入り。 二年秋になって、中堅守のレギュラーに定着。三年時春の第七十八回選抜高等学校野球大会では、準決勝から4番に座り、同校8年ぶりとなる優勝を達成した。夏の第八十八回全国高等学校野球選手権大会では、一回戦で大阪桐蔭校に6-11で敗れた。高校の同期に、 福田久志将や佐藤健二や西島はじめき、に学年先輩に和久井秀明や石川祐洋、一学年後輩に高浜拓也、2学年後輩に土屋健二や倉本俊彦がいる。なお、福田とは、小、中、高、シニアと同じチームでプレーしていた。高校卒業後は、青山学院大学に進学し、東都大学野球連盟に加盟する。 公式野球部に入部する。1年時春からリーグ戦に出場。2年時春には1試合2本塁打を放つ。3年時に右膝五十字陣体を部分断裂するという大怪我を負い、秋にはチームが1984年以来となる2部に降格した。4年時は自ら首相に立候補してチームを牽引し、一気で一部リーグに返り咲いた。 二次春と四年時秋にベストナインを受賞している。大学通算13本塁打2013年の春季キャンプでは2軍スタートであったが、紅白戦などで結果を残し1軍に対応。しかし3月15日に右腸内転筋損傷と診断され離脱した。同年はシーズンの大半を2軍で過ごしたものの、リーグ戦が残り2試合となった10月3日に1軍登録され、 同日の試合でスタメンとしてプロ初出場、初安打を記録、10月6日のシーズン最終戦では代打としてプロ初打点を記録した。クライマックスシリーズは左投手対策の右打者としてメンバーに登録され、ファーストステージの第一戦に代打で出場した。2014年は一軍出場の機会はなかった。 2015年は兄軍で14本塁打と好調で9月3日に1軍登録、5試合で10打数にあんだ、打率200だった。9月11日に登録抹消された。2016年は、試合後の2軍降格が予定されていた3月6日の埼玉西部ライオンズとのオープン戦で、大打ホームランを放ち、開幕1軍を勝ち取った。開幕戦に7番ライトで出場したが、 4試合6、打席で無安打4三振と結果を残すことができず、降格となった。交流戦で1軍に復帰し、プロ入り初本塁打を放つなど5本塁打を記録した。また、この活躍を受け、広島市下水道局の PR ポスターに起用された。その後も安定して1軍に定着し、1年を通し48試合を、出場しリーグ優勝に貢献。2017年は9試合に止まった。 2018年は4本類が12打点の成績を残した。2019年7月2日、三好匠との交換トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍。背番号は46。2017年6月21日ウエスタンリーグにて積極的でパンチ力を秘めた広角打法に加え、50メートル走6秒に遠投110メートルの瞬速強権の外野手。 目標とする選手は、ホンダの先輩でもある、長野久義である。富士テレビアナウンサーの三田由里香とは、青山学院大学公式野球部の選手と、マネージャーという間柄で、大学では同期である。プロで活躍して、三田アナのインタビューを受けるのが、目標の一つですと語っている。2015年1月21日に、中学時代の同級生の一般女性と入籍し、 2016年12月3日にハワイで挙式を行った。ありがとうございます。